のどかな田園風景の中に居を構える関西の腕利きショップディバージョンにあの男が現れた。どうも、こんにちは、ウッチーこと内海です。今日はですね、今大人気の新型86のドリシャを作ろうということで関西にありますディバージョンさんにやってまいりました。このディバージョンさんは僕の車のエンジンも担当してもらってて、すごくいい仕事をしていただけるショップにやってまいりました。もうちょっとしたらその86がやってくるということなんですけど、どうもどうもどうも。いやー、ちょっとお待たせしましたね、ほんまに。こっちですか。僕の86をチューンアップしてもらえると聞いたんで来たんですけど、はい。古い古いなんこれじゃないですか。あれ、そうなんですか。はい、家からね、わざわざ乗ってきたんですよ。どっちが勘違いかは置いといて、西森が来たってことは、目指せタレントドリフター。すいません、無理やりね付き合わせましてね、はい。今日はね、番外編ということで、僕は一応中級までね、ドリフトできるようになったんですけど、はい、車がね、全然まだ買った時のままなんですよ、ほとんど、はい。なんでちょっと足回りと、はい、シート、そこら辺 の基礎的なチューニングからお願いします。今、岩田さんも本当は新型86が来ると思ってたんで、はい、あんまり新型86が得意分野なんですけどもあえてここは旧型86やってもらいたい。そんなにやる気はないってことですね、だからもう社長お願いします、本当に、はい。目指せタレントドリフターマシン製作編。まずはドリフトの肝、足回りから。リーファマシンも数多く装着するトップブランド DG5、 減衰力32段調整のダンパーはきめ細かなセッティングを可能にする。元からついているのはローダウンスプリングのみ。早速フロントから交換。いつからついているパーツかも分からず、サビだらけかと思いきや、何やらピッカピカのパーツが。間違いに新しいですね、はい、そうなんです。これアライメント調整するためにこれをねつけないといけないと言って変えたんですけど、これ新しいやつについてますよね。でここでこの減衰力でしたね、なんか硬さを調整できるらしいです。街乗りの時は緩めて柔らかくして、でサーキットの時は硬くしたりとか。これで速いのにこれ調整してしっとりした感じで普段走れるんやったらもう言うことないですよね。そういうのが欲しかったんですよ、ほんまに。豚に真珠と言ってもいいほど分不相応な高級パーツ。実際触ってみると、ああ、なるほどね。まあね、これ持っても効果がついてへんからあんま意味ないですけどねバネはお店のものを拝借してフロントは完成。もちろんピロアッパーマウントだ。続いてリア、前オーナーから TRD のショートダンパーがついている。これが減衰調整の、これをマイナスドライバーでカチ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 やって変えるってことですね。それがですね、はい、今回は、はい、上のここの、これですか。そのネジを回すと上の位置回ります。カチカチ、これですか、はい。あ、カチカチ言ってる。え、ってことはトランクのところのできるわけです。うわ、すごいなこれ。それだけお値段もこっちの方がするということですね。これはすごいですね。これはだいぶ楽にできますね。じゃあもちろん取り付けはゴムブッシュではなくピロー。ただ騒いでるだけでは物足りず、西森も取り付けを手伝い、リアも完成。これを通しまして、でこのナットで締めると。これでしなやかなフットワークが約束される。大体の予想で車高もバッチリだ。ドライビングポジションを安定させるバケットはブリッド GTAS3。 肩から太ももまですっぽり包み込み、抜群のホールド性を発揮。ノーブランドのペラペラバケットで腰やお尻がつらかったという西森。これで安全性も快適性も格段にアップだ。取り付けはボディにボルト4本で楽チン。じゃあかっこいい感じなんですね全然ちゃうね。ピシッとしますね、なんか実際に初めて座った感想は、
うおーすごい。違いますね。違いますね。あ、違いますさ、全然しっとり、硬すぎず柔らかすぎずみたいな。馴染んでますか。いや、めっちゃ馴染んでます。ここら辺のホールド感が全然違いますわ、肩の。あ、これはだいぶいいです。シートとね、足回り変わりましたんで、どれぐらい変わってんのかちょっと行きましょうか。じゃあそれでは試乗開始。違いを分かりやすくするために、まずは一番柔らかくして試乗。あれ、あ、ほんまですね。僕の前乗ってたやつよりもちょっと柔らかいぐらいですわ。ほんで、デンっていうのがないですね、あの。わかります。デンミシミシ、デンミシミシって言うんですよ。わかります、あの。わかります、わかります。デンとミシミシが全然このサスで吸収できてない感じが。ボディで吸収してた。そうなんですよ。シートが一番、足はね、はっきり言ってちょっと素人なんであれですけど、シートはもうすごいですよ。背中全面ついてますね。綺麗にピタって。あと肩のホールド感が最高ですね、これ。これ右に曲がってください。これはなかなかいいですよ。意外とフルバケなら疲れないんですよ。あ、そうなんですか。うん。あ、全然違う。横乗ってても、ね、いい感じで回った時全然違いますわ。西村さん、ごめん、ちょっと窓閉めてもらっていい？これ風の音を拾っちゃうんで。はい、こっから、はい、撮影上窓を閉めましたけど、こっから灼熱時間。横乗っててどうですか、うち、この今の足の感じ。そうですね、まだマシ乗りにはすごくいい感じで、ドリフトするんだとちょっとやらい、柔らかい感じがしますね。そうですか。はい、そうですね。マジですごいですね、これ。全部のタイヤがひっついてるって感じがすっごいするんですよ。違いますね。粘っこい感じっていうんですか。粘っこい感じ。このよく言うしっとりしてていい足だねっていう。あれですかね。しっとりしてていい足ですよ、これ。続いて一番硬くしてその差を比べてみる。あー、ガタガタガタってなってますね、やっぱり。細かい揺れがだいぶ。ここでも道路綺麗な方でこれですからね、結構。ちょっと右左あれしてみますか、ちょっと。あ、でもなんていうんですか、ロールする量少なくて、なんかすっごい乗りやすいっていうか、なんかレーサーになった気分。シャキシャキ動く感じですか。でもこれ多分足がほんまにいいんでしょうね。なんか変な感じ一個もないですよ。しなやかですね。しなやかですよね、めっちゃ。これがしっとり感やな。しっとり分かっちゃいました。しっとりこれめっちゃしてますよ、ほんま。こう曲がってからちょっとギューってこう荷重がかかってギューってこうね、縮まってくるのがめっちゃ分かりますもん、感じ。街乗りはもうそれこそって、あの一番ほどいても柔らかい方でいいと思います。あ、すごいね、明らかにこれ硬いな。硬いですね、明らかに。ほんまにこういう車、バンバンバンってちょっと跳ねながらの車が街中走ってると、あいつやっとんなみたいな感じで、ちょっとなんか嬉しくなったりしますよね、なんか。いや、でも本当にいいのつけてるやつは街中ではそんな動きしない。僕はそれになれるんですね、ほんじゃ。そうですよ、86で初めてですわ、こんなに安定しと足乗った。86乗ってる。そうですか。うん、もっと普通バン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 ですか。もっとなってるんで、えらい。硬くてこれですもんね。そうですね。収まりいいですね。めっちゃめちゃ乗りやすいですよ、ほんま。まあ、平気そうに喋ってますけど、むちゃくちゃ暑いですからね。聞いてる人どうか分からないですけど、もうびっくりするぐらい暑いですから。音符出てますから。ちょっとだけ音符出てます。はい。一斉も上げてもらって。大方喋り終えた。いや、ほんますごいですね、もうね。すごかったですね。
クラウンかな思いました、ほんま。ちょっとそれ言い過ぎ。ちっちゃいクーラー効けへんクラウンかなと思いましたよ、ほんまに。もうなんかシートにも抱きつかれて。そうですね、汗びっしょりでも。一応もうありがたいことに、はい、これで、D1 仕様は、はい、できましたね。いや、ほど遠いです。ほど遠いですけど、でも立派なドルシャにはなったと思います。はい、そうですよね、はい。はい、これからどうしていったらいいですかね。これからね、まあ、ビギナークラスとかエントリーしていくにあたっては、はい、ちょっとねサイドブレーキが甘いんじゃないかと思うんで。そうなんですよ。僕ちょっと手配したんですよ。え、もうですか。メーカーのディクセルさんに電話して、はい、くださいと。ただでまたくださいってことですか。そうですよ。うわ、それを変えて、はい、割と、エントリーしていってくださいよ。それでは次回タレントドリフターへの道は大会に出たいと思います。いくぞー。